弊社畳めるお弁当箱を作っております。一見紙っぽく見えるんですけど、実はこれはプラスチック製品で、1枚のシートからできております。それなので洗って何度も繰り返し使うことができます。それと畳んで持って帰ることができるので、とてもかさばらずに便利だと思います。新商品としては、お箸包みという商品を出させていただきました。宝生株式会社は畳めるお弁当箱を軸にして、さまざまなテーブルウェアを提案していきたいと思います。株式会社アートソーは抽選手ぬぐいの企画制作会社です。職人が一枚一枚手染めで制作をしております。ですので表も裏も同じように染まっているというのが弊社の商品の特徴になっております。一押しの商品はアートフレームという手ぬぐいを簡単に飾れるようなタペストリーになります。手ぬぐいを生活の中で楽しんでいただけるというご提案をしながら、日本の文化をより深く知っていただきたいなというふうに思っております。春生と言います。フィットアクティブバッグのご紹介をしたいと思います。伸びるゴム入り織物っていうものを使いまして、洗える軽い強い新しいタイプのカバンやポーチになります。体への負担が少ない、軽くて丈夫、扱いやすいというのはいろんなシーンで使えると思います。バリエーションがありますので、男女問わず使っていただけるシンプルなものとなっております。造花をモチーフにした紙飾り等の製造卸しをしております。つまみ細工というものは江戸時代からの伝統工芸でして、正方形に小さく切った布を、つまんでおる、そういった細工になっております。普通の色の組み合わせだったりとか、少しオリジナリティのある色の組み合わせとかでこだわっております。つまみの花かんざしなど、箱にそのまましまっておいてしまうよりはケースに入れてインテリアとして飾っておくということで、長く楽しんでいただけるようにご提案させていただいております。私どもは今年創業80年を迎えまして、花飾りをですねずっと続き続けて会社でございます。今回はですね、うちも新しいラインナップで和モダンシリーズというですね、バレッタとかコームとかにこう伝統的な蒔絵とかで描いたアクセサリーを展示しております。普段ワンランクのおしゃれをしたいときにぜひ使っていただきたいなと思ってます。火消しスピリットは日本の粋と文化を伝える商品をご提案していきます。火消しをコンセプトにした T シャツだったり、あと雑貨類ですね、あと斑点、そういったものを展示しております。火消しのデザインに関しましては、 T シャツなんかは本当ベビーから作ってるので、親子で一緒にこう着ていただくようなこともできますので、幅広い年齢の方に着ていただけると嬉しいですね。弊社加藤式製作所では紙の加工が大の得意でして、紙といえば軽いですし色も豊富なので、いろんなものをうちでやっていきたいと思ってます。この漆道具箱なんですけども、実際にですね漆を模した紙を使っておりまして、非常に綺麗だという意見もいただいております。手作業で弊社は加工してますので、こういう金具もつけて引き出しのような箱を作っています。紙なので加工も容易なので、結果にこういうのを作ってみたいっていう方も
1つからでも作れますので、お問い合わせいただければと思います。アワフ東京はですね、和装花器、これ帯をリユースした和装花器で、現在飾らせていただいているのが SML の3種類になります。帯タペストリーは帯を上手にこう使いながら、いろんなシーンで飾っていただけるのではないかということでご提案をさせていただいてます。松江堂はお線香から、お香、匂い袋まで様々な香りの商品を、皆様にご提案させていただいています。天然の素材を使っているので、その都度調合の具合なんかが難しかったりはするんですけど、そういうのを厳選して、お香作り、物作りをしているっていうところが特徴だと思っております。燻炉という香りのおもてなしというコンセプトで作っている、5種類の和の香りのお香、あとは、タクバという長さのあるものを炊ける、新しいタイプのインセンストレイですね、紹介させていただいております。PX1 っていうペダルの漕ぐ製品、ムーブコアエクササイザー、こちらがペダルを漕ぐ運動プラス足首の上下運動を含めた製品になっております。チェアストライダー、こちらがペダルではないんですけれども、前後の動きであったり左右にこう開く動きで、プラスあとこう円の運動ができます。この製品3つともですね、座ってやる製品となっております。関節に負担をかけずにですね、運動が気軽にできるっていう風な製品になっております。グラパックジャパンは創業94年の印刷会社です。今回はガプラスという新しい印刷表現、動く絵はがきなんですけれども、従来の絵はがきとは違って、動画のような表現が絵はがきでできるものになっています。従来は4コマくらいが限度だったんですけれども、技術を向上させまして最大で20コマ動かすことが可能です。絵はがきの動きをより滑らかに楽しんでいただけるように、ゼンマイ式の駆動部で動くプレイヤーをご用意しています。リノバーンという木製パズル と、AR のデジタル、アナログとデジタルの組み合わせですね、のパズルの商品と、あとは木製で作られているこのブロックに、基板とかサーブモーターを使ったプログラミング要素の入った動く木製ブロック、この2点を主に今回は展示させていただいております。子どもたちの脳の発達と大人の方の脳の健康維持ですね、こちらに貢献できる会社となれるよう日々開発に努力しております。みゆき製鋼ではリポブロックを展示しています。基本のキューブが15ミリ角の立方体で、その各面に穴が開いていて、そこにジョイントパーツというちょっと別パーツをはめ込んで、交互にキューブとジョイントとつないで形を作るブロック玩具になります。立方体の6面からジョイントをつないで形を作れるので、縦横斜めと好きな方向につないでいただけると。でキューブとジョイントが差し込みなので、そこが動かすことができるので、新しい遊び方ができるという部分が他のブロックと違うところかなと思っています。トマーク株式会社は、新しい食事用のエプロンを、ご提案をしております。ベストのタイプの方は兵庫県西脇の播州織の素材を使っておりまして、非常に素材にこだわったものを使っております。女性用プリーツになるんですけれども、こちらの方はプリーツ加工をして、非常にエレガントでおしゃれに見えるような形のものになっております。でおしゃれで、食事の時にもこう楽しめるような形での、商品になっております。
け方いろいろコアルバッグと申しまして、いろんなパターンで、かけられるバッグだけをやってる会社ですね。ショルダーバッグですね、はい。そして、片方だけ腕を入れるとメッセンジャースタイルになって後ろからずれ落ちなくなります。そして両方のベルトをシューッと引っ張ってサッとかけると、なんと簡単にリュックになるので楽ですね。そして電車の中ではバッグを前にして両腕を入れて前かかえになる、こういうパッドを前にしてチェストバンドをつけたようなリュックにもなれる、この5つのかけ方ですね。家庭用のですね、水耕栽培機器、植物工場というのは非常に大きく育っておりますけども、それを家庭用にしたものがこれらでございます。はい、製品としてはこれは新製品 の、 あのベビーリーフ専用の、まあ、ミニ水耕菜園キットハートというのと、ミニ水耕菜園の創作菜園と、都会に住まれる方は例えば畑とか、それからなかなか光がなかなかないと、そういう方が買っていただきたいなと思っております。ソーラー充電式のランタンライトです。太陽光充電約9時間でフル充電しまして、弱モードで72時間点灯する非常にエコなランタンです。今回新開発しましたミディアムサイズという商品なんですけど、インジケーターがつきまして、今まで充電残量がわからないという不安が終わりだったお客様の問題解決をしています。普段の生活で使いながら、そのまんまいざという時の備えにもそのままなるという非常に便利なライトです。イースハウス神柳です。私は椅子張りの職人をやっておりまして、古典的なフランスの伝統的な椅子を作る職人をやっております。マカロンをこれはイメージさせていただきまして作りまして、このままでもインテリアとして置いておけるんですけれども、分割して分けて使っていただくことで、座布団のようなイメージとして使っていただけるように考えて作りました。木製の立体パズル、木組みシリーズを発売している株式会社エーゾンと申します。昨年発売させていただきました木組みリビングシリーズという全10アイテム、ございます。こちらの方はコンセプトである、作って飾って使えるっていう、この3つのコンセプトをもとに、発売させていただいております。商品一つ一つが、実際に作って飾るだけではなくて、お部屋の中リビングとか寝室、玄関、子供部屋などで本当に使って楽しめる商品となっております。